強力な、うん、あの力を持ってるよね写真は。もともとね、都市とか町とかね、その人間とか物とかもう様々なものがこう混沌とねしてる場所が好きなの、もともとね。あの写真を撮ってるなんか僕の姿に近いよね。あっち行ってこうクン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 してさ、ちょっと踊り出るけどすぐ裏入っちゃうでしょ。で僕とそっくりなんだよ。まあね、まず最初は自分の生理的な肉体的なと言ってもいいね、あのなんかこう嗅覚があるの、匂い。だから僕はその匂いで街の中に入っていく。でこう自分のこう好きな匂いのする場所へやっぱり自然にこう行くわけ。とにかくさ、街はさ、まあ、どんな街もそうだけど、やっぱアートなんだよね。全体的なアートっていうかね。あると思うけどね、もう随分さ、もう50年近く撮ってきてるから、もう随分いろんなもの撮ってると思うけど、でもまだなんだろうね、やっぱりなんかこういつもこうイライラしてるし、いつもこう飢餓状態だからやっぱりいっぱい残ってるんだと思う。で都市っていうのはさ、なんていうの、あの人間のさ、いろんな欲望がさ集まってるこうスタジアムみたいなもんだよね。でモノクロームっていうのはやっぱり、まあ、とても単純に言うと、あの抽象性と象徴性が、まあ、夢のような世界ね、ある意味。なんか時々ふっとね、なんかこう自分の好きな色のついたカラーも撮りたくなる。いやだって、例えばだ、街のね、女の子がね携帯で1枚撮る写真と僕が撮る写真とほとんど、なんていうの、そのないじゃない。それが写真のやっぱりすごいとこだよね。やっぱりそういうとこは写真はかなりアナーキーだよね。そのなんていうの、価値が一緒っていうの、それは全く両方ですけども、写真は1枚の写真は見る人の数だけ生き方が違うんですよ。見方が違うようにね、その僕がこういうふうに思って、こういうふうに撮りたかったと思って撮ったものでも、見る人はそういうふうには同じようにこう見てるわけじゃないですから、見る人の数だけ生き方いろいろ生きてるってことですね。ただ僕は僕の欲望とかこう記憶とかね、いろんなものを持ってて、それらをこう表現しようと思って日常を撮るんだよね。で彼らは彼らの興味、今の興味で日常を撮る。写真というのは常に今しか撮れないでしょ。だから昔は良かったとかなんだか言ったって意味ないわけで、うん、今常に今を撮るっていうのが写真の面白いところだよね、うん、どんな気持ちで撮ろうと写るものは今だから。要するに街を歩いてるとね、さっきも言ったように僕はまあできる限りいろんなものをねこうセンサーしてるわけだよね。街を探してるわけだよね。でその瞬間にふった、例えばウィンドウにね自分の影が映るとか自分の姿が映る、カメラマンだったら撮っちゃうんだよ。それはもうなんかごたごた言う前にまず撮っちゃうので、僕の場合は特にそうなのよ、うん、だからね、どんどん街が変わっていくでしょ。それからなんていうかな、まあどんどんいろいろこう街が似てくるよね。でもそれが今なのか、うん、それは今それを撮れるのはまあ今のカメラ持ってる人としか撮れないわけで、やっぱり
香港の今は今写す写真にしか残らないから、やっぱり記録精神を発揮してもらいたいと思います。